阿鼻子市長の博物館は千葉県阿鼻子市が運営する博物館である。所管は阿鼻子市教育委員会障害学習部取りの博物館。山品鳥類研究所が1984年阿鼻子市に移転したことをきっかけである。1988年に設計を開始し、隣接地に1990年5月20日に開館した。両者の関係は深いが別団体である。 すなわち道研究所は民間団体であり、鳥の博物館は私立である。日本で唯一、鳥類について総合的に研究、展示する博物館である。通称、鳥博。手賀沼のほとりにある。人と鳥の共存を目指してというメッセージを掲げているている。最近では、フィールドミュージアムを標榜し、自然観察会、アビコ自然観察隊や、 手賀沼周辺での定例探調会、手形探を実施している。また、下記の場合は入館料が免除になる代表的な展示物は、トキなどの大型鳥類から、豆蜂鳥のような小鳥に至るまで、約270点の剥製、絶滅した、世界一の巨鳥、エピオルニスの卵、ヒソチョウの化石レプリカ、約500万年前の羽毛化石などである。手賀沼の自然を模した、 ジオラマ、世界の鳥の展示コーナー、パソコンで、アビコの自然と鳥のあれこれについて学べる Q&A コーナーなどがある。当施設の設置目的は、人に大変身近な鳥への関心を高め、その保護意識を通じて、自然保護、緑の創造、さらには、死のシンボルである、手賀沼の城下へと、市民意識の向上を図りたい。ということにあった。すなわち、 その発端には、1970年代から水質オダクが著しく進行していた、手賀沼の浄化の願いがあり、その普及啓蒙を意図して、山品鳥類研究所を誘致したことが、出発点であった。例えば、阿弥子市長の博物館自身の文書によれば、この背景には、ここ10年来、全国の故障の水質ワースト1になっている、手賀沼のオダクの問題があった。 市民の手賀沼城下への願いが高まってきた。この願いに応えるため、まず、鳥類を通じた自然保護活動でも知られる山品鳥類研究所の誘致が決まった。さらに、同研究所の協力を得て、市民が鳥に関する情報を気軽に売ることができる施設、阿鼻子市長の博物館が設置されたのである。また1985年当時の阿鼻子市長であった。 渡辺藤正は、山品鳥類研究所移転の際の祝辞で、市では、これを機に広く一般市民に開放できる、鳥類展示館の建設や、市の鳥制度を進めてまいる考えでおりますので、と述べている。一方、山品鳥類研究所側の考えとして、創立者の山品吉丸が年来、鳥の博物館を建設する夢を持っていた、ことを挙げられる。このように鳥の博物館は、 山品鳥類研究所の移転をきっかけに建設されたものだが、上記の渡辺藤正さんのコメントにもあるように、当初は同研究所の標本を展示する施設として構想されていたもので、後に独立した私立博物館構想に変わっていった。このような経緯から、鳥の博物館の構想策定や建設にあたっては、山品鳥類研究所が広範な協力をしている。 同研究所の複数の職員が委嘱を受けて、阿弥子市長の博物館建設委員会、阿弥子市長の博物館協議会に参加したほか、鳥類に関する基礎的資料の提供、展示に関するアドバイス、展示標本の収集と制作などを行った。また、海館当初の館長を所長である黒田長久が兼務した。ありがとうございます。